佐賀県知事と市町の市長らが意見を交わす GM21 ミーティングが20日開かれ、市町の市長が新型コロナウイルスについて県に対し迅速な情報提供などを求めました。皆さん、よろしいですか。GM21 ミーティングは新型コロナウイルス感染対策の観点から初めてウェブ会議で行われました。会議では県内20市町の市長が新型コロナウイルスに関する県に対する要望や取り組みを紹介しました。唐津市の峰達郎市長は、県が管理する市内の施設に他県ナンバーの車両が多く見られるとして、県に行動制限を行うよう求めました。また、PCR 検査において、市内在住者の陽性が確認された場合は、市も対応に追われるとして、結果が出る前に県体に在住者が何人いるかなど、情報を教えてもらいたいと要望しました。これについてもさらに行動制限について山口義則知事は受けたまわったと回答。また検体の情報については自身も検査中のものは内容まで把握していないとし、結果が出る前の情報提供はできないと述べました。伊万里市の深浦博信市長も陽性が出た場合は少しでも早く知らせてもらいたいと改めて要望しました。また市の取り組みとしてデマや風評が広がらないように情報発信に努めていることや、ケーブルテレビを活用した教育テレビの放送を来週から行うことを報告しました。これに対し山口知事は、ケーブルテレビの活用は素晴らしいですね。こういう時にぜひその効果を発揮させてほしいと思います。陽性患者の方の問題なんですが、県からの市町への情報は我々も不十分な面がつい出てしまうところがあると反省しています。我々の情報が伝わらないというのは非常にストレスになるというのはよくわかります。ですので我々も市町がそういう気持ちでいつもいるということを忘れずにしっかりと対応させていただきたいと思います。